やあ、せつなけいすけよ。マシュマロデイズ、続きやっていきます。まさか、お前たちが加勢したところで、絶望的とも言えるこの状況を覆せるとでも思っているのか。というわけで、前回のあらすじ、タクロウと、それを、タクロウが、ヤエちゃんを守りながら戦っているところを、北斗というマッチョのモヒカンが、立ちはだかって、それに圧倒されたところにリーゼント5の5人が助けに入るという形。いかにも、面白い冗談だ。お前は一つ、勘違いをしている。何？貴様の言う通り、我々は時代の波に取り残された人間だ。そして今さら時代の表舞台に立つつもりもない。めっちゃ表の方におるような感じの立ち方してんじゃない。時代の花道は若きシシラが歩くべきなのだ。老いぼれは老いぼれらしくその道を教え導くだけでいい。いや、そこまで老いぼれじゃないだろあんたら。だがこの世にはびこる悪逆非道を見過ごすつもりもない。故に我々はかつての栄光を捨て戦いの中に身を投じるのだ。あああ戦うのは我らリーゼント5にあらず。気にしてやれよ力尽きで落ちていった黒いやつを気にしてやれよお前後輩の面倒見は悪いタイプなのかお前は。貴様らが真に戦うべき相手は七夜率いるマキシマイズだということを忘れるな。じゃあこっちもこれも忘れるな。貴様らが本当にやるべきは落ち着いた後輩を助けることだ。分かっていないのは貴様だ、五十嵐五島よ。ほら北斗は助けてあげろっていう気持ちでさ、分かってないのは貴様だって言うたぞ。今のスルーなの？黒いレーゼントの人落ちたけどいいの？八重ちゃん、それが正しい反応だよ。願望や希望、ロマンや夢物語だけでまかり通れるほど現実は甘くはない。わかるわ北斗くん、君現実は甘くないって言葉よくわかるわ。俺社会人2年目やけどさ、もう現実を見てもう現実に現実を重ねたようなそんな生活を送ってますからな。こんな元気やけどな。マキシマイズとやらはどうだ。俺たちチェインズに歯も立たないではないか。うん、チェインズに歯が立たないっていうよりかはさ、チェインズの幹部に歯が立たない感じやけんな。ザコはそんなに強くなかったような感じがするんやけど。正面を切って戦うこともせず逃げ回るだけの連中が俺たちの真に戦うべき相手などと見当違いも甚だしいというものだ。無力。俺たちチェインズの圧倒的な力の前にはいかなるチームが相手だろうと無力無力無力。これがさ、無力の後に点々点ってついて小さい通がついたらさ、カイジやな。その程度の力量の差も見極められるとは、古き時代が作り上げた巨像だったか。無色の御将、斧が拳で証明するほかあるまい。真に正しきは最後に立っていた方だということじゃあさ、クロアは正しくないってことになるからな。立ってないんだもん。おわあ死ぬかと思ったぜ。いや死にかけ、死にかけだからな君。てかもう現にさ、天使の輪っかついとるからねもうドラゴンボールで蘇らせること前提の悟空みたいな感じになってるからね。いや、借金じゃないよね。頭の上、取り返しのつかないことになってるよ。業の拳を極めたものよ。覚悟はいいか。依然として後藤は気にしていないクロリーゼったことをな。ここで退場してもらおう、老いぼれめ。あくまでガンスルーなのね。クロ嫌われとんな。クロ何かあったん？後藤のプリン食ったん？ならばその目に焼き付けよ。このリーゼントから放たれる遥かなる一撃よ。もう引かんよ。天に帰る時が来たのだ。すごい勢いで
ダメだ、マキシマムデイズ、シリアスになりすぎてツッコミという言葉を忘れている。時は進み、場所は変わる。地平線から伸びる白い光が廃工場の空をうっすらと照らし始める。時刻は間もなく3時半に差し掛かろうとしていた。おっ、野谷君サイドや。上辺野との戦いは前そのものだった。力と力がぶつかり合う原始的な空間ではなく、戦いを呼ぶことすらためらう雅からな舞台。おと、初見の方いらっしゃい。このタイミングで初見とはすごい不運だの。だって初見向けの動画じゃないんよな、キャスじゃない。キャスじゃないねこれ。生放送じゃないんよね、これ。まあいいや。相手の呼吸の音さえ聞こえそうなほど、とても静かで、艶やかで、流麗で。月の光に照らされて踊る上辺野の姿は、心地いいとすら思える幻想的な光景だった。ほんと華やかやな。もう戦う人じゃないよ、あんた。戦う人じゃ。今の今まで聞こえていた、麗しいかな。ちゃうと思うけど、うるまいや雑魚の声さえ届かない。誰もが上辺野の舞を一挙一動を見やり、誰もが上辺野の舞を固唾を飲んで見入っていた。俺もまたその一人だった。これどう思う、七谷君からしたらどう思う、これ。何をやっているんだ俺は。飲み込まれるな。気を引き締め直せ。残された時間は決して多くはない。今はこいつを倒すことだけを考えろ。来ないんならこっちから行くぜ。いつでもどうぞ。めっちゃ余裕やん。なら遠慮なく。悠々とターンを決めている上辺野に最初の一撃。その無防備な背中へ拳を突き出した。いって、拳が扇子に打ち払われる。後ろからなんて意外と乱暴なのね。女の子にはもう少し紳士的に襲うべきだと思うわよ。なんだ、紳士的に襲うべきって。襲っとる時点で紳士じゃないわ。紳士的に襲うって初めて聞いたぞ、お前。お前男だろうが。まあまずそこなんやけどな。あら失礼。やっぱり男だったか。違う、そうじゃない。な、自分でボケて自分で突っ込むスタイル悪くないよ、七谷君。なんだ今の威力は。戦えた手の甲が赤く腫れている。ただのセンスの威力じゃない。お前のそれ鉄線か。ごめん、伊藤、知り合いの特注品なのよ。それを手に持ってこんな普通のセンスの持ち方で手に持って踊るってなかなかの腕力じゃないが。何気に体細いのにな。上辺野はパシャリとセンスを開き、くすりと笑った。そりゃ戦えたら痛いわな、鉄線。その通り、骨組みが鉄で作られている扇子のことだ。江戸時代、刀を持てない人が護身用として携帯していた武器とは聞いたことがあるが、そんなん初めて聞いたわ、俺。なんなん、流浪に剣心でそんなん出てくるんか。まさか現実で使うやつがいるとは。今はフィクションだけで見るものだと思っていたがゆえに、こうして実際に目にしたのはちょっとした衝撃だった。威力やリーチは物足りないけれど、子供の喧嘩には十分に有効かしら。時代錯誤の武器なんか使いやがって。刃物や長物に比べれば威力、強威度は低い。だが曲がりなりにも鉄製の武器だ。甘く見て致命傷をもらう事態は避けたい。さあ踊りましょう。そして乗り越えてみなさい。あなたの大切な人を救いたいと思うのならば。言われなくたって。上辺野は舞う。扇子がしなやかに伸びると手が踊る。紫のショールが静かになびいて宙を泳ぐ。それこそここは舞台の上ならば舞を飾るにふさわしい演曲舞が流れていることだろう。上辺野は舞う。束ねられた黒い髪が空に三日月をかたどる。スリットから伸びた足が大地を撫でる。もう言葉の表現がさ、戦いよるものではないよな。なんかダンスのアニメとかそういうダンスの小説的なものを読みようかねで、完全にバトルものとは離れてるような表現の仕方しとん。隙がない、攻めきれない。上辺野の動きが読めない。筋はよし、それゆえに惜しい。あなたは急激に強くなりすぎた。もちろんまだ完成されていないけれど、可能性に自力が振り回されている。
こちらは攻撃の手を読まれている。踏み込む先々に狙いをつけた先々に上辺の扇子が走り攻撃を一周されている。どうやら踏み込みすぎているようね。こっちだって安直に仕掛け続けているわけじゃない。だけど距離感は大切にしなさい。舞も戦いも人の心もね。わあ、この人人生経験豊富だな。そんな気がする。上辺の舞とやらに付き合っているつもりもない。でもいつの間にか俺の動きは上辺の前に合わせているように動いていて、絶妙なタイミングで攻撃が誘導されてこっちの動きがパターン化されているみたいだ。ようやく息が合ってきたかしら。あなたの舞をもっと見せてちょうだい。ざけんな。ちっ、少々力が入りすぎているみたいね。戦いの中で焦りは禁物。たとえ格上の相手に飲み込まれようとも常に冷静さを保ち続けなさい。なんだこの人、めちゃくちゃ恩師みたいなこと言うじゃないか。君、君めっちゃ早い。鉄製のちょっと重いだろう扇子なのにめっちゃ早い動きや。チュイピシピシって。こちらの悪手を悪手をか悪手をことごとく打ち払い、それでいてその隙に追い打ちはかけてこない。こいつの戦い方、これはまるで喧嘩のイロハも知らなかった俺が初めて後藤に教えを説いた時と似ている。その時は喧嘩というにはあまりにもお粗末なものだった。当時の僕の達者か な動き、攻めの手に後藤は身振り手振りで最善の手、最高の手を教えてくれた。あの時と同じだ。上辺のままだ。鬼の戦いを教えている。弟子の修行に付き合うし、そのままっていうな。そのもの、攻めるつもりがあれば倒すつもりがあれば上辺のはとっくに鬼を倒せているはずだ。わからない。表面上は迷っていてもその胸の奥に宿る決意は固いわね。なんか上辺のさん喋ることを一つ一つがなんかすごい重い重みを感じるんやけどさ。本当にいい顔をしている。絶望と恐怖、怒りや悲しみ、あの時のあなたの姿が今では夢のよう。こっちも一皮むけたんだよ。ちっ、七谷君、あなたは本当に似ている。え、誰に？嵐の桜井翔君。何がだよ。その曇り一つない澄んだ瞳、自分の信念を貫き守り通そうとする決意、あなたも同じ。自分の信じた道を歩み続けている。いずれ道が交わる日が来るでしょう。その成長が我が子のように嬉しいわ。お前をおかんと思ったことはないわ。何が言いたい。悪の道に染まった私でも人の親でいた時期があったということよ。すごいな、この人のめちゃくちゃを人生に重みを感じるやん。どんな過去があったんや、あんたは。言って、その人の親がどうしてこんなつまんねえことを知ってやがる。さて、なぜかしらね。見届けたいのかもしれないわね。私という悪の花を散らす者の行く末を。この人どんな立場で戦ってんの。聞いた俺がバカだった。ちっ、距離固めを大概にしておけよ。そういうのは画面の前のお友達から嫌われちまうぜ。肝に銘じておきましょう。けどこれだけは覚えておきなさい。鎖はいずれ朽ちる。彼らチェインズが放たれた鎖だとするならば、その鎖を放ち操っている者たちもいるということ。え、要するにチェインズのさらに上がおるみたいな感じや。その冷たい糸をたぐればいつかたどり着くでしょう。だから何が言いたいんだよ。くっ、彼女も一枚岩ではないということよ。え、彼女ってだ、え、チェーンズに女なんかおらんだろう。チェーンズに、いや、あんたは女ではないけどお構いやけど、ややこしいことは言うんだよね。とにかく女って何なんだ、彼女持って回収するかも分かんねえ伏線ばっか。これあれか、結局回収せずに終わるさ、打ち切り漫画みたいな感じになるんか。マキシマムデイズ発展じゃねえ。こいつマジで強い。
何度も打ち続けてはいるが、効果的なダメージはほぼ与えられていない。にもかかわらず、こっちはずっと動きっぱなしで相当体力を消耗させられている。このままじゃ無駄に体力と時間を浪費させられるだけだ。何か打開策を考えないと。だけどどうすれば。世界は広い。あらゆる人や物はその一面だけではなく、全体を見て初めて進化がわかるというの。その世界に見合う視野を持ちなさい。あなたが本当に強きものならば、必ずや振動へたどり着けることでしょう。わあ、言ってる言葉の一つ一つが深いな。無駄に深いな。不意に上辺野は戦争をたたび舞を止めた。どうやらおしゃべりはここまでのようね。はい、ほとんどお前が一人で喋ってたけどな。後ろ気をつけなさいな。え、何、え、背後から現れた凶器をとっさに飛び交わす。バブねえな。地面に叩きつけられた長い鉄の管、その先には。あー、くそ、避けられちまった。お前、まだ出てくるんか、お前。おい、花ね、なんでわざわざ教えんだよ。せっかくチャンスを逃しちまったじゃねえか。あら、ごめんなさいね。急にセータちゃんが来たものだから。何こいつ、あんな無様な終わり方しといてさ、こんな笑顔で帰ってくるかね。上辺の花、やってくれたな。今こいつは明らかに俺を助けた。黙って攻撃させておけば致命傷は避けられなかったはずなのに。まあいいけどさ、マジで頼むよな。はいはい、次からは気をつけるわよ。絶対次からは気をつけないタイプの言い方だ。つうことで一緒にこいつをボコろうぜ。おお、ゲロい、お前めっちゃ調子いいやつやな。そこまで言ったら尊敬するぜ。ち、二人がかりか。上辺の単独でさえ厄介だというのに、とんで邪魔者が入ってくれたものだ。だがまだ詰んではいない。ゲロイの一撃さえ注意していれば決して戦えない状況じゃないはずだ。いや、三人だな。あれ、今度は別方向から。まさか。ああ、リーゼント5やられてる。リーゼント5やられてますぜ。どうしたん。リーゼント5全滅してるやんこれ。北斗生きてるやん。無傷やん。マジ無傷やん。薄暗い視界の中でもはっきりとわかる。あふれんぼかりの人の中に飛び出すその巨体。おかえりなさい、北斗ちゃん。あなたも随分とボロボロにされてきたみたいね。どこが、傷一つないですよ、あんた。鼻血出してやんの、だっせ。いや、俺には見えん。北斗の鼻から鼻血が出ている、赤い液体が出ているなんか見えん。赤いのはモヒカンだけ。結果は聞くまでもないかしら。だろうな。すんません、鼻ね、失敗です。途中五章の妨害から撤退を余儀なくされました。お前勝ったみたいな勝ったみたいな顔で出てくんなよ、それだったら。負けたんじゃないか、お前。負けて逃げるとこじゃないか、お前。よう、お前勝ちましたよ、鼻ねえみたいな顔で来たな、お前。びっくりしたじゃないか。やられたんちゃうんでかいか。リーゼント5どっちかって言ったら優勢だったんだよ。それじゃさすがに6対1やけんな。叶いませんでしたが、時間は十分に稼ぐことができたはずです。何人か倒したんかい。6対1で何人か倒して逃げるんだったら、それはどっちかというと勝ちやな。それは勝ったっていうあの表情になっとるわな。わかるわ。誰がやられたんだろう。多分黒がやられとると思うけど、青と黄色あたりかな。多分後藤はやられてないと思う。そう、ご苦労様。十分ご苦労様じゃこれ。この落とし前は三笠七谷の首を持って必ずや。別に失敗を責めるつもりはないわ。いや、むしろ成功だわ。6対1の状況でさ、何人か倒してここまで戻ってくるっていうさ、もう十分成功だわそれ、俺にとっては。それに無職の五将がこの戦いに参戦したともなれば、こちらも一筋縄ではいかない。だったら話は簡単だろ。相手の敗北条件は目の前にいるんだからな。スパロボの敗北条件みたいな、主人公キャラがやられたら負けみたいな、そんな話になってきてる。恨むなよ、三笠七谷。仲間が到着する前に
貴様を潰させてもらう。というかちょっとやばられそうになったら逃げて、一番倒すべき目標にターゲットを切り替えるって、北斗お前結構頭脳派だよなお前。頭いいなお前。ごめんなさいね七百君。これで二人だけの時間はおしまい。残念だけどあなたたちに小細工は必要ないわ。圧倒的な戦力の差を持ってただ蹂躙するだけ。たとえ無事に集結できたとしても、町に放った500人を退けて無事に来られるかしらね。くっ、やっぱり早い段階でカッコギハを狙ってきていたが、しかもこっちが予想していた規模をはるかに大きく上回っている。やつらの口ぶりからして幸い全滅はしていないようだが、やれは拓郎はチームのみんなはどうなった。時間は3時半を超え迎えか、残りは1時間余り。リミットはそこまで近づいてきている。みんなは間に合うのか。それに間に合ったとしても攻撃戦力を前に体力と時間は絶望、もう窮地、絶対絶命。いや信じろ、いやいも拓郎もカイジさんも、カイジさんも出てきた。カイジさんもういいんちゃうか、出てこんでも。カイジさんはいいんじゃないかな、俺は。そう思うやけどな。カイジさんそんな大事か。立夏も立夏のタイミング。立夏をカイジさんの後に出すな。みんな、俺を信じて必死に戦っている。その俺が一人くじけるわけにはいかない。正直なところ、この三人を相手にして無事に勝てるかどうかもわからない。みんなが到着するまでの時間を稼ぐ余裕もない。でも、やるしかないんだ。ここで3人とも倒すしかない。それもそのって、面倒な強敵ばかり。何よりもこの先に、マサトが、本当、嫌になるぜ。大好きなリカが、待っているんだ。でも、ここまで来たら、格好が悪いところは見せらんないよな。覚悟を決めて、拳を構える。来いよチェーンズサンバカ、ここでまとめて俺が倒す。そしてシーンは変わる。どうなる？あ、告知のままなんだ。別になんか他のシーンスポットにスポットライト当たす、ん？スポットにスポットライト当てるってどういうことだね。まあいや、もうそういうんじゃないやな。くっ、間一髪のタイミングで直撃を避ける。しかし錆びた鉄パイプの先端は額をかすめており、触れた傷口がじわりと不快な熱を浴びていく。惜しい、大当たりならず。いつまで遊んでいるの、セータちゃん。遊んでねえよ。むしろ遊んどん上辺野さんだろ。踊って踊って遊びまくって。間髪を入れず、上辺野がゲロイに続く。この状況、いつまで耐えられるかしら。チェッ、上辺野から放たれる鉄、何やったっけ、鉄線だったっけ、鉄線の強打。三人の中では些細なダメージだが、それでもじわりじわりと体に蓄積されていく。防戦一方、怒涛の勢いの攻撃をかわすのが精一杯で、こちらには攻撃のチャンスすら与えられていない。一瞬たりとも気が抜けず、一息つく暇もない。そんな状況が続き、そして近づく時間と体力の限界。どこからか敗北への底が迫ってきていた。くそ、思った通りに体は動かない。呼吸がままならず、息が苦しい。腕が上がらない。足が鉛のように重い。視界がかすむ。視線では俺でもとっさの反応が遅れる。まるで自分の体じゃないみたいだ。連戦やけんな。さっきまでの異性はどうした。あ、視界の端にモヒカンを唱える。だが疲弊しきった体は思考に追従できず、致命的な一瞬の隙を敵の前で晒してしまう。わあ、ガッシャー、痛恨の一撃決まり。ひろいお前、自分の一撃のだったかのごとくさ、味方の一撃を喜んでるわこいつ。モヒカンの一撃必殺とも言える銃撃を受け、を巻き上げ、なんて読むのこれ。地面を転がり滑る。口の中に広がる血の味、歯の奥までズキズキと響き渡る重い痛み。こんなダメージを受けたのは久々だ。ぶっちゃけやばい。
今の一撃で限界だった体が悲鳴を上げた。もう息をするだけブシブシが痛む。くそ、いって。でもまだ動く、動く限り戦える。悲鳴を上げ続ける体にムチを打ち立ち上がる。立ち上がってまではいたが、どうしたものか。この状況でまともに戦えるとは思っていない。次も同時に来られたりしたら、それこそゲームオーバー。まただ。思考を止めるな。考え続けろ。見つけるんだ、打開策を。っていうところで今回はこの辺にしとこう。なんか次のあたりなんか来そうな気がするから、ここまでにしておきます。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございます。皆さんってそんな視聴者おらんけどな、このキャス。とりあえず、次回何かありそうなんで、ここら辺で終わりとさせていただきます。なんかあるよね、これ、絶対。なんか絶対あるよね、次回あたり。なんか増援的なんかあるよね、これ、絶対。そうしないと長く死んじゃうよ、というわけで、今回はこの辺で、仕上げ。最悪の事態、幹部3人が奈良くんの前に立ち下がる。ピンチにさらに追い打ちをかけられた奈良くん。残り時間は少ない。出るか奈良くんの必殺技、七星飛翔剣。そんな必殺技があれば今頃苦労してないけど。